2020年のその未来チケット、まあ、家族でこの現代アートっていうものをに触れていただいて、まあ、あのお子さん、そしてあのご両親、ちょっとど忘れしました、ご父兄の方、やっぱりそれぞれやっぱりそのアートってその感性とかその時代その年齢によって受け取り方って違うと思うんですけれども、まあ、そうやって家族で見に行った後にどういうものを感じたであったりとか、そういう話す機会ってなかなかありそうでなかったりすると思うので、まあ、あの2020年オリンピックパラリンピックがあるんですけれども、まあ、あのスポーツで受ける刺激とそのこのアートで受ける刺激っていうのはまだちょっと違った感性があるので、まあ、その両方をまあ感じれるいい機会だと思いますし、まあ、ぜひ皆さんあのご家族そしてまあ友人と、まあ、そして恋人でもいいですけれども、まあ、本当にいろんな方とこの現代アートに触れるっていうのはすごく非常に大切な時間なんじゃないかなと思いましたので、まあ、前回あの今まで僕も現代アートっていうのにはちょっと触れたことがなかったんですけれども、まあ、ちょっとあのお仕事の方でちょっと今回あのこのトリエンナーレを見させていただいて、まあ、非常にあの現代アートってちょっととっつきにくいかなっていうところがあったんですけれども、一概に見てみるとすごくあのいろんな感性、自分の中の新しい感性だったりそういったものをたくさん発見できたので、まあ、皆さんにはぜひ2020年またあのこの横浜に来ていただけたらなというふうに思っております。まあ、全部はちょっと見れてはないんですけれども、やっぱりあの入り口にあるあのしめ縄をちょっと意識したあの竹で作ってあるあの迫力っていうのはやっぱりすごいなっていうふうに思いましたし、あとあのちょっと館内の右端ですかね、はい、右端の方にあるあの服、 あれね、右端じゃない、向かって左でしたっけ、左の上の方ですねすみません、全然違いましたいや、ぐるぐる回ると分からなくなってしまうですけど、あのこのあれなんですかね、あのデザ服を、はい、あの、ブランドデザイナーの服をお母さんがその通りに作っているという、ね、作ったのがこう2つこう並べてあるんですけど、本当に遠くから見ると全く遜色ないぐらい、分からないぐらいのところで、まあ、そういったところでこう見せるっていうアートっていうその発想にもちょっとあのすごいなっていうふうにも思いましたし、まあ、衣装をちょっとあの、まあ、僕たちは着るので、まあ、そういった意味でもここまでこうその高いものを使わずに表現できるんだっていうのにちょっと驚かされて、やはりあれは結構印象的でしたかね、はい、あの今お話聞いてもどういう作品かお分かりにならないと思うのでぜひあのチケットを買って高橋さんが印象深かった作品をご覧いただきたいと思います。なんか美意識がやはりすごく終わりなんじゃないかなというふうに思いましたいやでもそうなんですかね、美意識はまあ頑張ってる方なんですけれどもまあでもまあ、ちょっと大人になってそういったアートに触れる機会が増えたんですけど、やっぱり子どものうちからもっと触れとけばよかったなって非常に思って、やっぱりちっちゃいうちっていろんなものを吸収してると思うので、まあ、そういったところでもっと美術に触れていたらもっといいかあの美意識がついたのかもしれないなっていうふうには思うんですけれども、今日の、高橋さんのスーツ、はい、なんか今日の初めてそうなんですよ、ということで、ありがとうございますちょっとあの1年前に買ったんですけれどもなかなか場所的に着る機会がなくてですねそうですね、はい、アイス、ね、スケートリンクの上ではね、はい、ちょっとあのね、あの真面目なところにも着ていけない服ですしかといってっていうところで、まあ、ちょっとあの、はい、お気に入りの一目惚れして買ったやつなんですけど、今日はもうバッチリだなと思ってこういう機会にもつながって本当にありがたいです、はいはい、ありがとうございます、あの着せていただける機会ありがとうございます中学生以下のお子さんが対象だったんですけど、ご自身が中学生の頃、はい、中学生以下の頃ってどんなお子さんでした？そうですね、まあ、中学生以下もスケートばっかり、スケート漬けの毎日で、なかなかね家族で両親共働きだったりとか、まあ、兄弟も兄が3人いるんですけど、ちょっと忙しくて家族でなかなかどっかに行くってことはできなかったんですけど、まあ、こういう機会があればね、ちっちゃい時にあればよかったなというふうに思いますけど、いや当時はまあスケートはしてたんですけど、まあこうまあ、オリンピックに行きたいなってこう漠然に言ってただけで、本当に行こうとか行けるとかも思ってなかったので、まさかねそのオリンピックに出て、まあ、メダル取って、まあ、こういったたくさんの人の前で話するっていうのは全く想像できてなかったですから、もうでも慣れました、こういう状況は。いや全然慣れてないですねやっぱり喋るのはあんま得意じゃないんでまあ今ちょっと勉強中ではあるんですけど、
そうですね、横浜おしゃれ、うん、まあ、僕関西在住なんですけど、やっぱ神戸と横浜ってすごい近いなっていうのがあって、でも、まあ、その、まあ、貿易の窓口っていうんですかね、そういうあの海外との交流の窓口っていう印象がやっぱりあるので、まあ、古い建物から新しいものまで、あとは、まあ、いろんな人種の方、そういった意味でもこう日本の中でも国際的な場所だなっていう印象もありますけど、よくいらっしゃってます。あの横浜の方までは来ないですけど、新横浜はよくあるですよね。まあたまにある中華街とか、あの最近の方が横浜に来る機会多いですかね。だからもうちょっとでもこう足を運んでみたいなっていうふうには思います。そうですね、今年はちょっとあの歌舞伎の方とあのコラボレーションしていただいた相性があるんですけど、まあ、本当にあのドラムタオさんとかプロジェクションマッピングチームラボさんとか、あとはアクション、なんていうんですか、アクション俳優って言うんですか、アクションをやられている方たちとかと、まあ、そういった異ジャンルの人たちと一緒に作り上げたもので、ああフィギュアスケートの可能性っていうものはまだどんどんたくさんあるんだなっていうふうに感じてさせてくれた衣装だったので、まあ、今年はそこが一番自分の中ではビッグイベントだったかなと思います。まあ、ちょっとまだまだ先の話にはなると思うんですけれども、まあ、そういったことができればいいなというふうに 今はちょっとずつ少しずつ思っていて、まあ、そういった意味でもちょっと、まあ、いろいろあのまあこういう喋りだったりとかいろんなことを経験していきたいなというふうに精力的にはちょっと活動はしてるんですけど、あのところでね、今日ファッションすごく素敵なんですけれども、はい、これご自身で選んだ。まああの一目惚れして買ったんですけど、なかなか着る機会がなくて今日はまあアートっていうことなんで、ちょっと派手なやつでもいいかなっていうので着てきました。そうですね、ちょっとデザインですかね、なんて言ったらいい、あのちょっと変わった服が好きなので、 あんまりこう派手なものっていうよりこうデザインがちょっと変わってるみたいなところが好きで、まあ、なかなかなんて言ったらいいですか、結構ここら辺可愛いんですよ、こういう風になってて、こういうちょっと変わった部分恥ずかしいんですけどですかね、思いました、はい、スタイルあんま良くないんで、スタイルがなるだけよく見えるように頑張ってます。あの今年今注目してるファッション、今注目してるファッション、結構あのファッション誌とかもあんま見ないんですよね。だからあんまりこう流行りには乗らないように、もう自分が好きなものを買おうと思ってるんで、ただ注目してるファッション、あの一時期ちょっとカジュアルに行ってたんですけど、最近はちょっとあの若干モードっぽく戻ってきたんで、まあ、でもあの着心地が良くて、あのちょっと変わったデザインで、あとこう楽に着れるっていうんですか、いうスタイルですかねちょっとすみません、いやー結構僕幅広くあの女性のこのスタイル好きなんで難しいな。でも 何色っていうんですかね、からし色っていうんですか、やっぱからし色は結構ちょっと秋に女性が着てると可愛いなって思います。グリーンとか、なんかスタイル的にはどういう感じの、スタイル的にでも結構、そうですね、結構あのワンピースも好きなんですけど、ワイドパンツをこうかっこよく着ている女性とかは素敵だなっていうふうに思いますし、結構あの短髪、長髪が好きなんですけど短髪が似合う人、ガリッて刈り上げてるようなのが似合うようなスタイルの人たちはかっこいいなと思います。ちょうど今日やります。そういったパーティー、パーティーちょっと変装して、変装というか、はい、なんていうんですか、コスプレ、はい、をやります。コスプレ何をされるか、ね、あの友達任せで、あ、ちょっとまだ僕詳細は分かってないんで、あ、じゃあ行った時に、行った時に多分教えていただけると思います。今友人がちょっと集めてる時間帯です今ちょっとドキドキして、はい、なかなか日本で多分、あ、そうってほとんどあんまりしたことなかったん で、まあ、ハロウィンの時期っていつも現役時代忙しくてなかなかする機会がなくて、だいぶちょっとね引退して3年になるんですけど、まあ、そういった時間もやっとハロウィンを感じれてるかなっていうふうに